25日に投開票されましたイタリアの総選挙ではメローニ氏が率いる極右政党のイタリアの同胞が第一党になる見通しで、右派連合全体では上下両院で議席の過半数を確保した模様となっています。これについてまず田中さん、今回の選挙結果どんなふうに見ますか？そうですね、右派が統一会派を結成してですね、戦ったのに対して左派はまとまりきれずにですね、結局自滅したという形になっています。でこれまで過去数十年イタリアの政治を振り返りますと、中道左派中道右派がですね、繰り返し政権を取ってきたと。でそこに2018年前回の選挙ではポピュリスト2党による連立政権が誕生したんですね。だそういう意味ではこのイタリアの同胞はですね、まだ政権取ったことがない、いろんなところに任せたけれども生活が良くならないので、今度は残りイタリアの同胞に任せてみようという、そういう選挙結果なんだと。現状否定みたいな感じなんですかね、そうしますと。そして田中さん、今お聞きしたんですが、広瀬さんいかがでしょうか？ロシアからの視点から見ますと、割とロシアとイタリアの関係っていうのはこれまでも関係が良くてですね、で例えばコロナの時もロシアはこうマスク外交をやったりとかして、非常にこうイタリア人をこう魅惑するようなことをいろいろやってきたんですね。でいろんな情報戦とかもかなりイタリアにはやってきていまして、で割とイタリア人の、ロシアの感情というのは良かったんですけど、この今回ウクライナ危機で特に残虐行為が、非常にイタリア人にも反発を受けまして、で今回やっぱり相当イタリア人も、反ロ的になっているというところがあったわけですよね。でそういう中で、この選挙ロシアからも非常に注目されていたものだと思います。このままいけばイタリア同胞のメローニ氏が首相にこうなるということがほぼ確実なんですけど、改めてこれどんな人物なんでしょう、田中さん。10代でですね、ムッソリーニ信奉するですね政党に入党して、29歳で、初当選、国民議会にですね、で、31歳で、イタリア史上最も若い、閣僚なんですけれどもに、なると。で初の女性首相ということなんですが、女性に優しいわけではなくてですね、LGBT 反対ですし、移民にも非常に厳しい、極めて保守的な思想の持ち主と、で演説非常に情熱的でですね、それが国民にも非常に訴求力があるというふうに言われています。そしてその政権を担うとみられる右派連合の指導者のロシアへの姿勢を見てみますと、メローニ氏は厳しい姿勢を打ち出す一方で、同盟のサルビーニ氏、それからフォルツァイタリアのベルルスコーニ氏は親ロシア的だというふうに言われているんですが、右派連合が政権を担うとですね、この EU 全体の対ロシア政策というのは影響が出てくるものなんでしょうか、田中さん。ここはですね、メロニさんという人はイデオロギー非常に保守なんですけれども、ただ非常に現実主義者でもあって、今回の選挙戦においてもですね、EU との関係あまり悪くしたくないと、で対ロシア政策については、欧米との協調していくといったことを強く訴えています。ただ連立組むであろう同盟の、そしてフォルツァイタリア、それぞれロシアとの関係もですね、非常に、非常に密ということですしね、そのあたりの声をどこまで、政権の中で、反映するのか。今回の選挙でですね、同盟がかなり支持を落としてますので、そういう意味では影響力というのはあまりないのかな。イタリアの同胞の主張、対ロシア強硬路線というのが基本的には継続されるということかと思います。あんまり引っ張られる可能性はそうすると少ないと見ていいということなんでしょうかね。広瀬さん、サルビーニ氏もベルルスコーニ氏も割とそのロシアの仲間と、ベルルスコーニ氏に関して言えば、別荘にプーチンさんと一緒に行って、行ってみたらもう飲み友達だというふうに言われてますけども、このあたりはその取り込まれてしまっていたというような見方なんでしょうかね。そうですね、このサルビーニさんは、ずっとこの制裁に関して全く無意味であるというような姿勢を取っていますし、でまたベルルスコーニさんは非常に長年、プーチンさんの盟友みたいなところがありまして、さっき写っていたクリミアでの写真なんかの時にはですね、ロシアのクリミア併合を称賛するというようなことをやっておりますし、今回の戦争においても、プーチンは乗せられて、やってしまったんだというようなことを言って、非常にこうプーチンをかばうようなことを常に言ってきたわけです。でそういう面からしますと、やはりその
この2人の存在がイタリアの今後の親ロシア政策に影響してしまうのではないかというようなことを言う人もいますけれども、ただ最近ちょっと何人かのヨーロッパ関係者の、例えば NATO の議員さんとかに聞いてみますとね、やはり侵攻始まった直後のヨーロッパの連帯というのは非常に強いものであって、このちょっとした2人の政治家ぐらいでイタリアとの連帯が揺らぐものではないというような強い言葉も聞いています、ですね、そちらにも期待をしたいところですね。メローニ氏は保育所の無償化、あるいは子ども手当の増額など掲げて、支持を集めてきたんですね。実際にこのばらまき的な政策進めると財政悪化の、懸念を招くと思うんですけども、このあたり田中さんどういうふうに見てらっしゃいますでしょうか。イタリアはもともと財政非常に債務の水準が大きい国ということもありますので、財政悪化懸念が常にくすぶっているわけですね。そういう中でこの右派のですね、会派の公約を仮に実現するとなると、GDP 比で見て財政が 8% から 9% ぐらい悪化するんではないか、そんな試算もイタリアの国内機関からは出ています。ですから正直なところですね、公約通りの実現というのは難しいと。で、他方でどこまで政策を追求していくのかとなると、今イタリアの国債の利回りがすでにかなり上がってきています、市場からの圧力もありますので、やはり全部の主張を通すのは難しいということは分かっていると、ですから EU との全面衝突を避ける、主張するべきところは主張して、どこかで折り合いをつけるというような形に落ち着くんじゃないかと思います。現実路線を歩むであろうということですね、そして実はイタリアだけではなくて、ヨーロッパでは極右政党が勢いを増しているんです。フランスでは国民連合が議会選で躍進、そしてスウェーデンではスウェーデン民主党が第2党にということで、このヨーロッパ全体に広がるこの極右の台頭については、田中さんどんなふうに見たらいいんでしょうか。基本的には既存政党がですね、有権者の利益代表として機能しなくなってきていると、それがこの数年ですとコロナとウクライナというものがありましたので、やはりその左派ではなくて右派というのはなぜなのかといったところについては、国民の安全や、国自体を守ってくれるであろうという右派のポピュリストへの支持が高まっていると。そうしたポピュリスト自体もですね、イデオロギーを封印して、ある意味左派的な、弱者救済みたいな形の政策なども取り込んで、現状不満票をどれだけ取るのかということを、考えている、右派だけれども左派に似たような政策を取っているということですね。広瀬さん、どんなふうにご覧になってますか、このヨーロッパ大に広がるポピュリズム、とりわけその右側の方のポピュリズムですよね。そうですね、特に極右というと自国第一主義というところが増えていきまして、それというのは、ロシアの制裁にも反対していくというような傾向が強くなると思います、やはり制裁をすると、必ず火の粉がかぶってくると、自国にとっても不利益が大きい、制裁ですので、自国のことを考えれば制裁しない方がいいわけです、そうなりますと、極右であればあるほど、自国第一主義、そして反 EU ということで、プーチン大統領にとっては非常に都合のいい展開になっていくと思います、しかし、今回それがそのまま親ロシア的な方向に行くかというと、ちょっと難しい面もありまして、やはりEU の連帯ということも大きいですし、やはりロシアがやっていることがあまりに大きいということもあって、結構やっぱり反ロシアの動きっていうのも非常に強いわけですよね、ですので今回そこまでプーチンに都合のいい方向に行くかというと、そうにはならないというふうに思います。少なくとも期待はしているわけですよね。エネルギー価格をその引き上げて、エネルギーを遮断して価格が上がったことによって、プーチンが望んでいるものというのは、欧州各国がインフレで苦しんで政情が乱れると、こういうことを望んでいるわけですね。そうですね、それでロシアに頭を下げてくる、ロシアのガスを買ってくれるという展開を望んでいるんだと思いますけれども、やはりもうヨーロッパの各国がですね、第2第3の、エネルギーを獲得するという動きをもう積極化していますので、そう簡単にはいかないかもしれません。田中さんどうご覧になってますか。そうですね、イタリアはですね、EU の中でもガスの依存度が非常に高い国です。ですからそのガス価格の高騰による国民生活への打撃というのはですね、非常に大きいと。ですからここをどうある程度緩和していくのか、それ次第でですね、国民の不満が制裁することによって自分にですね、火の粉が降りかかってきているというふうになるとですね、やはり制裁に対する反対意見なども増えていくので、そのあたりは新政権の舵取りが一つ求められると、あと EU 全体として考えるとですね、
数年前まではメルケルさんがドイツにいて、はい、マクロンさん、ドラギさんと、うん、まあEU の三大国はですね、非常にこう新 EU の、まあ、強いリーダーが揃っていたわけですけれども、うんまあ、今ドイツのショルツさん、そしてマクロンさんは議会での基盤が弱体化している、はい、そしてまあイタリアでは、次の政権はポピュリストかもしれないということですね、うん、EU のリーダーシップに対してはですね、少し不安が、やはり今後は出てくるのかな